江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回もですね、ケイコの小さなニュースミニニュースのコーナーやっていきたいと思います。今回はですね、まずケイコ国内のお話から。チップですね、渓谷でチップの文化がね、芽生え始めているというか、まあね、だんだんこういう風な話も出てきてるというところをご紹介していきたいと思います。テーブルあたり5000ウォンお願いというね、これまあ、チップです。チップ誘導した店に批判が雨のように注いでいるというお話でございます。日本円でまあ500円ちょっと、まあ500円でいいでしょう、500円で。サービングスタッフ、まあ、こういうふうにね、設置物があるよと。なんだこりゃと。なんて書いてあるんだと。サービングスタッフが親切に応対させていただいたら、テーブルあたり、5000ウォン以上か。ぐらいのチップをお願いいたしますと書かれていたと。大きな文字で書いたこの誘導文の下には小さな文字で、与えてくださって、まあ、お客様の選択であり義務ではないという文もあった。しかしまたその下には、良い心でご理解お願いいたしますと再びチップを誘導する文を書いた。しつこいね。まあこんな感じで、書かれているとね。チップください、500円チップ、500円以上のチップをくださいと。義務ではないと。でも、良心でお願いしますみたいな感じで書いてあるでしょ。まあ、これでですね、掲示板で炎上したっていう話が、このニュースとして、出てるんですね。で、これ、コメントを見ると、韓国ではチップは違法ですっていうコメントが、一番トップコメント来てますね。はい。ということでね、まあ、こう、渓谷さんでチップ文化なんか出たらね、まあ、当然、税金でも補足されませんからね。まあ、どうなるんでしょうかね。じゃあ次行きましょう。こちら。キムチの話です。今日は、まあ、ギョンドクがね、ギョンドクがまたなんか言ってるんですよ。ギョンドクがですね、アリエキスプレスに、ぐぬぬ、目くじらです。はい。中国の奇妙なキムチ工程。要は中国、キムチは中国のものだと、いうふうに、こう、する作業の、作業というか、まあそういう教育のことを皇帝というんですけども、渓谷人600万人が探すショッピングモールで、まあそういうふうに、なことがあるよと。どういうことがあるのと。国内でユーザーが増えている中国ショッピングモールのアリエキスプレスで、キムチを検索すると中国式野菜漬けのパオサイを盛り込んだ器が出て議論となっている。キムチっていうのを検索すると、このキムチの漬物の器がいっぱい検索として出てくるってことですよね。で、どこが問題なの ?7 日、ソ・ギョンドクは自身の SNS に最近のネットユーザーの情報提供を通じて中国の有名ショッピングモールのキムチ工程をまた確認することができたと指摘した。まあ、パオサイで、パオサイというのは中国語のキムチの名前ですよね。で、キムチで検索しても、この商品が出てくるようになってるんでしょうな。で、ソ教授は、アリエキスプレスは中国人を除く海外顧客のみを対象に営業しているが、韓国人の月間ユーザー数は約600万人を超えるというと、月間利用者数は400万を超えると話した。続いて、このショッピングモールで英語でキムチと韓国語でキムチを検索したとき、パオチャイを含むガラス瓶が検索されたとして、特にテム、わかんないな。一部のメーカーが中国伝統キムチ瓶と製品を紹介したと説明したと。で、何が問題なの？それとともに、世界各地のネットユーザーがキムチを検索したとき、誤った情報を得ることができるため、必ず修正が必要な部分とし、今後の抗議メールを通じて修正を強力に要求すると付け加えた。
え、でもキムチつける時はこの瓶でいいんでしょう。じゃあいいんじゃねえか、別に。外国人がキムチと検索して、まあ、このキムチの瓶を欲しい時に出るようにしてくれたんでしょう。何の問題もないじゃん。むしろ親切な機能じゃないの。パオサイ、パオチャイ。ですよね。いや、なんていうのかな。検索で引っかかるように、要するに、こう、キムチで検索した時にも、この器が出るように、ちゃんと、まあ、その商品に、まあ、タグ付けしてるんですよ。多分。うん。それかシステム的にそういう風になってるかわかんないですけど。それはお客さんにとって便利な機能であって、ギョンドクが別に文句を言うところではないと思うんだけど、なんか問題あるんですかね。はい。これで誤解に、なんかこれでキムチ工程って言われたらやってらんないよね、さすがに。次。次は K-POP。次 K-POP なんですけども、アメリカ有力紙が K-POP に物申すということで、で、BTS にジョングクっていう人がいるらしいんですね。で、このジョングクっていうのを批評し、ファンから怒りの声ということですね。これ、まあ日本で出てる記事なんですけども、まあ何を言わんとしてるかと言いますと、まずこれね、ニューヨークタイムズなんですよ。またニューヨークタイムズさん最近 K-POP に冷たいですね。米有力紙、ニューヨークタイムズの音声メディアが、ジョングクのアメリカでの快進撃と音楽性を取り上げたのだが、内容が彼の功績をそれほど称賛するものではなかったということで。で、じゃあどういうことを言ったのかと。で、司会進行のカラマニアさんとゲストとしてアジアンポップスやアイドルカルチャーの批評家、キャラさんっていうのが、この二人がですね、会話してるんですね。うん。で、どんなことを言ってるのかと。二人の会話が進むにつれ、特にキャラ氏が何かモヤモヤしている様子が伝わってくると。おぉ。ジョングクのニューアルバム全編英語についても不満げだ。カラマニカさん、もこのアルバムについて最初聞いたとき軽すぎてエッジがないと感じた。その後、何回か繰り返して聞いて、OK、まあいいじゃん、と思ったと酷評。おぉ。おぉ。西洋のポップスの影響を受けたジョングクの曲は洋楽寄りすぎて K-POP のサウンドではないと言いたげだ。まあちょっと私はその素人なんでよくわかんないですけども、K-POP の、この方々が考えている K-POP のサウンドっていうのがあるらしいんだ。でも、本人たちが洋楽に寄りすぎてるから、洋楽聞きたいんだったら別にアメリカの曲聴きゃいいだけ、アメリカで流行ってる曲聴きゃいいだけで、私たちこの人たちは K-POP の独特のサウンドが聞きたいだけだ。でもこれではアメリカの曲と何ら変わらないねっていうんですね。で、作詞家もプロデュース人も全てアメリカ人で、基本的に警告人の顔を持ったアメリカのアルバムだと、ジャスティン・ティンバーレイクにそっくりと。そこまで言っちゃう。ジャスティン・ティンバーレイクはすでにここにいるのだから、なぜジャスティン・ティンバーレイクと同じような韓国人アーティストが必要でしょうか。まあ、せやな。批評は続く。アメリカントップ40のようなサウンド、チャートインしているそれぞれの曲のサンプルみたいな感じ。いいところをすべてパクってきたってことですよ。まあ、ちょっと悪い言い方ですけど。悪いとは思わない。何もおかしいことはない。いい曲もあるし、極めて持ちの良いメインストリームのアルバム。まあ、王道だというかですね。まあ、外れのない、こう、保守的な曲ってことでしょう。K-POP の特徴がない洋楽になってしまったのは、所属事務所がパンデミックによる経済的な打撃からどうにかしようと金儲けに走った結果として、アメリカの音楽だけど、警告人によるもの、K-POP の要素は全く含まれていない。自分が聴いて楽しめる感じの曲ではない。断言した。そういう感じなんだね。で、このポッドキャストの会話に激怒したのがアーミーこと BTS のファン。まあ、いいんじゃないの？なんでこれ起こるのか。
彼らはポッドキャストが配信されるや否や、ニューヨークタイムズが差別を助長しているとして、SNS 上でゼノフォビア、アンチと元アーミーの会話、心の狭い閉塞的な考えと怒りをあらわにしたと。さらにニューヨークタイムズにはエピソードの削除と謝罪を求める声が上がった。X で上がったニューヨークタイムズレイシストというハッシュタグが一時トレンド入りした。ということですね。うん。いや、差別を助長しているって別に差別してるわけじゃなくて、音楽の批評してんのになんでこれが差別になるんだ。よくわかんねえ。もうね、なんかこういう人たちってね、ちゃんと理屈で、ちゃんとね、論理的に話してくれないからね、全然わからないんですよね。こっちの方がよくわかるよね。言ってることわかるでしょ？ K-POP 全然知らない人間でも、ああ、そういうことなんだってわかるじゃないですか。俺、これわけわかんねえ。この下の方は。面白いなと思いましたね。はい。じゃあ次行きましょう。次。次はね、ちょっとさらっといきますけど、渓谷のぼったくりですね。で、ぼったくりで、この、何ですか、私行ったことないんです。行ったことないって、渓谷自体行ったことないんですけど、この、なんだ、チョンロ屋台って言うんですか？これが、まあ、外国人も、こう、立ち寄る露店なんですって。で、こう、露店がバーって夜になると並ぶらしいんですよ。で、これがですね、ぼったくり議論に包まれたんですね。で、このチョンロ3街放射通り、まあそのまま読みますけど、先月末からこの日まで10日間営業を中断して再整備に入ったと。最近高額な料金やカード決済の拒否などで議論が膨らんだ広場市場に続き、このチョンロの屋台も同様に議論に包まれ、屋台60箇所が自発的に再整備に参加することに決めたということで、みんな閉店してるんですね。ぼったくりですからね。で、あ、これ椅子かな？これ椅子だよね。椅子だよね、これね。うん。で、露天商たちはですね、少し悔しいという立場だ。違法という社会的烙印で一気に商売することもできないだけでなく、露天商の許可規定も厳しいという主張だと。彼らは、物価高騰と生計保護のため一般の店よりも価格を高く設定するしかないと訴えている。露店だろ？賃貸料かかんないだろ？なんで高くするしかない？よくわかんない。で、この駅近くで露店を運営しているという商人は、私たちも安定した運営をしたいとカード決済もしたいのですが、法的に露店商は免税対象とし、私たちも税金を払って固い金を払わずに堂々と営業したい、無条件の批判よりかは私たちの立場も考えてほしいにだって被害者ずらしたと。はい、ということでね、堂々と商売したんだよ、したいんだったらちゃんとお店借りてやりゃいいね。でも露店だからあれでしょ、人が集まってるってところもあるんでしょ。これが外国人にのあれでしょ、外国人もこれめがけてくる人がいるってことでしょ。じゃあ頑張ればいいじゃん、ぼったくらなきゃいいだけじゃんって思うんですけどね。はい、皆さんはいかがお考えになりましたでしょうか。これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。